皆様こんにちは、ゴルフステーション新宿の斉藤です。本日は、パッティングのお話をさせていただきます。まあ、パッティングで何をお話するかというと、今日はグリップ、握り方のお話をさせていただきます。まずグリップですね。あの一般的な握り方、まあ、ドライバーアイアンもそうですけれども、まず右の小指と左の人差し指引っ掛けるインターロッキンググリップですね。インターロッキンググリップ、これ以上で、もう一つがこの左の人差し指の上に右の小指を乗っけるオーバーラッピング、これが一般的な、まあ、ドライバーアイアンで使う握り方になってきます。で、実際パターでもこの握り方でも別に問題ないんですけども、まあプロ、ツアープロを見てる中で、まあ、一番ポピュラーな握り方ですね。逆オーバーラッピンググリップという握り方を大体プロの方されています。じゃあ逆オーバーラッピングというのは何かというと、まあ、これ通常のオーバーラッピング、左の人差し指の上に右の小指が乗っかってますが、右手はしっかり握ってください。で、左の人差し指を右の小指の上に乗っける、乗っける指が逆になるんですね。で、これで逆オーバーラッピンググリップ、これが非常にポピュラーです。で、この握り方ですと手首もあまり使えなくなってきますので、この逆オーバーラッピンググリップ、ぜひちょっと覚えてください。で、その際の、握る際のコツなんですけども、まあ指はこうなんですが、パターを置いてもらった際にですね、この面、正面ですね、だいたいパターの上平らになってます。ですので、握る際に親指がちょうどこのように正面に来るように握っていただくと、非常に隙間なく握れます。これ親指がね、ちょっとこっち来たりとかこっち来たりすると非常に握りづらいので、パターの場合はこの平らな面が左右の親指がちょうど乗っかるように握っている、そして右の小指の上に左の人差し指が乗っかると、この逆オーバーラッピンググリップ非常にポピュラーですので、ぜひですね、まあ今度ゴルフ行く際にでもですね、試していただくと、非常にストロークしやすいので、ぜひお試しいただければなと思います。で、こちらの動画サイトではですね、皆様にお役に立つような動画の方、今後も掲載していきますので、ぜひご興味ございましたらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。